平野紫耀、ファンの期待に応えて、髭写真、公開、ギャップの魅力が話題に、日本の人気アイドル、平野紫耀、諸平野は自身のインスタグラムで、長らくファンにとっての謎だった、髭姿を公開し、ソーシャルメディア上で話題となっています。28日、平野は自宅からゲリラインスタライブを実施し、その中で髭を生やした自撮りショットを披露し、ファンからは大きな反響が寄せられました。平野紫耀、 ヒゲの存在についての興味津々。このライブ配信では、平野紫耀がファンから寄せられた様々なコメントに答える形で進行されました。その中で、脱毛したことあるとの質問に対して、平野は過去に一度だけヒゲを脱毛したことがあることを告白しました。その後、脱毛後のヒゲについて、ちょっと濃くなった気がする。ヒゲ剃るのって、本当面倒くさいのよ。嫌いなの。 ひげを剃る時間がと煩わしさを語りました。ファンからは、彼の素朴な本音に共感の声が広がりました。ひげにまつわるトークに期待高まる。その後、ひげについてのトークが進行する中で、ファンから、ひでに会えそうだけどなというコメントが寄せられます。このコメントに対して、平ヤは、ひで生えてる写真あるよ。俺、とひげが伸びている時の写真があることを明かしました。一瞬のためらいの後、ファンの期待に応え、 その写真を公開することに決めました。ギャップが話題沸騰。公開された写真には、襟足が肩まで伸びた長髪のスタイルをしており、土周りと顎にヒゲが生えている様子が見て取れました。このヒゲ写真は、テレビや雑誌では見られない平野の貴重な姿を捉えたものであり、そのギャップがファンたちの興奮を引き起こしました。SNS で話題騒然。平野のインスタライブが始まると、SNS 上では、平野仕様。 インスタライブがトレンド入りし、多くのファンがこの瞬間を共有しました。そして、ヒゲ写真に対する反響も絶えませんでした。ワイルド、ギャップやばい、ヒゲの破壊力、めちゃくちゃ似合ってる、想像を超えた、一番見てみたかった姿、色気がダダ漏れといったコメントが相次ぎ、ヒラの仕様のギャップの魅力について熱い議論が展開されました。ヒラの仕様のファンたちは、 彼の新たな一面を垣間見ることができる貴重な瞬間を楽しんでいます。彼のオフ感あふれる自撮りショットは、彼のファンにとって待ち望んでいたものであり、そのギャップの魅力の話題になりました。今後もキラの仕様のファンたちは、彼の様々な一面を見る機会を楽しみにしていることでしょう。